同じ足って一人もいないですから、見た目は似てても同じような足でも骨の太さとか、あと皮膚の硬さとか、あと病気の人、事故の人によってやっぱりその切断面が皆さん違いますからね。快適感がね、それぞれまた違うっていうのがミソで、そういうのもやっぱり一緒にコミュニケーション取ってやってるとだんだん分かってくるっていうか。ちょっときついので削って、コンピューターを使って足の形を取って義足を作る研究もしてるんですけども、最終的にはまだまだ人の 手でやってますよね。先にピンが入って入れてくれた、これ、はい、接続するんです。で、この中に穴が開いてるんで、あそこにカチャッとはまるように。で、これを押すと取れるんですよ。ずっとほら、トラックの運転手とか、バーテンとか、いろんなバイトやってて、そろそろ何か見つけないとまずいなと思って食安に行ったんですよ、大塚の。そこは看板が出てたんですよ、洋裁、和裁、義肢製作ってあったんですよ。で、その瞬間ほら、その、ね、小学生の時に義足のなっちゃった先生がいたっていうの、なんかその痛々しいような思い出、お姉さん先生みたいなね、憧れの先生みたいな感じだったから、それを思い出して、それでなんか一挙にその技師っていう仕事がなんとなく身近に感じてきて、今日一瞬でこう興味持って、鉄道交際会がやってる技師センターがあるからそこへ行ったらどうだって言われて、義足の人はね、その義足、足を切断した義足になったっていうところでかなり諦めちゃう人が多くて、走るってほら基本、スポーツの基本じゃないですか。で、走れると違うスポーツもできる、あとは生活の中で、要するに急ぎの動作ができるわけですよね。基本動作が自分はできないんだっていう、なんかその、劣等感だったり、諦めだったりっていうのがやっぱりベースにある。で、それをなんとか払拭っていうかね、なくしたら違う自信が生まれるんじゃないかっていう。私はこっちゆっくり歩くだけ。それはね、本当に今でも感じますよね。どの人に対してもやっぱりその走れるだけですごくその生活が変わってきたり、あと自信がついたり、それがあるんで、まあ基本的に今も同じことをやってるっていうね。走れないのが当たり前みたいな人がやっぱり、そういうちょっとトレーニングをしたり部品を変えたりして走れた時は本当に泣いちゃうっていうか、涙がこう溢れてくるみたいな。義足のファッションショーとかもやってんですよ。スポーツは苦手だけど、そのファッションは好きだとか、おしゃれは好きだとか、
でそういう人にやっぱりいろんなチャンスというかね、あの自信を持ってもらいたいんで、まあ人に見せるってことはね、そういうそのまず自分に自信を持たないとできないですから、まあその辺を求めて考えてやってますね。その先生とそのこの仕事を始めてからお会いしたことがあるんですか？あるんです。もう実はね、僕が担当してるんですよ。そうだから2001年にお会いすることができて、その前橋の義足屋さんにあの事情を説明して、自分の教え子のところに今度行きたいんだっていうことを言ってくれて、でまあそれをほらちょっと最新型の軽いやつにしてあげて、喜んでましたけどね、軽くなって動きやすくなって。